レジンの下地作りをしていきたいと思います。今回は5色のクラッシュシェルを使って下地を作っていきたいと思います。用意するのはカラー枠にマスキングテープを貼ったものです。クリアファイルの上に必要な分だけ乗せていきます。ここに レジン液を落とします。よく混ぜてから枠の中に入れていきます。伸ばしていきます。伸ばしたら硬化していきます。固まったので剥がしてみると裏の方はまだベタベタしてるので裏も硬化していきます。固まったので最後にレジンを1回流すと綺麗な仕上がりになります。これでクラッシュシェルの下地の完成です。